新コーナー、秋葉原工作室プレゼンツ店長教えて。さあ新コーナーでございます、秋葉原工作室でいつも撮影させてもらってるこのモコンちゃんなんですが、その店長に、いろんな秋葉原のことを伺おうというコーナーでございます。店長よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回からスタートということで、はい、これ、毎月やっていきます。お願いします。ね、店長はね、もう秋葉原の、こういうホビー関係のこととか、その辺のところをもっともっとね、いろんな人にね、知ってもらいたいっていうね、そういう気持ちが非常にありまして、で、今回いつもお世話になっているこの工作室のね、コーナーを新しく立ち上げさせていただきました。ありがとうございます。さあ今回はどういったことをいきますか、はい、まず工作室について知ってもらいます。そうですね、はい、秋葉原の徒歩駅1分のところでですね、はい、やらせていただいてるんですけども、うん、模型も作れるよっていう、まあ、別に模型作っても作らなくてもいいですよっていう、はいはいはい、ゆるいスペースをやってます、ね、なんかいろいろ使えるスペースを貸してるよっていうようなところ。そうですね、貸し切りができるような部屋とかも用意したりとか、はい、オフ会をやってらっしゃったりとか、うん、まあ、こちらの部屋みたいに撮影をやっていただいたりとか、うん、何してもいいですよっていう、はいはいはい、うん、そういう意味でちょっと始めたんですけど、はい、下はまあ塗装ブースがあったりとかして、はい、塗装ブースが何機あります？今9台ですね。9台あります。8台がネロブースっていう、うん、ちょっと強めの排気ができるやつ、はい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 、で1個が互換ブースっていうやつで、はい、まあ、それも使ってみてちょっと高いので、うん、はい、工作室でいろんな工具使ってみて、はい、それでこれいいなと思ったら買ってもらいたいなみたいな。あ、なるほど、購入の参考にもできるなっていうところですね。そうですね。で塗料なんかも置いてあるんですよね。そうですね、塗料はだいたいガイアノーツさんの塗料をメインに、はい、まあほとんどラッカー塗料がほとんどなんですけど、はい、あと水性もちょっと、シタデルとかファレフォとか、はい、有名な水性塗料あると思うんですけど、これもちょっとぜひ使ってほしい、はいはい、でその上でよかったらすぐそこにお店がいっぱいあるんで、はい、秋葉原ですからね。そうなんです、はい、買って帰ってほしいなと。この色ちょっと工作室にないわって言ったらちょっとパッと買って。そう、うち外出るの自由なんで、はい、全然普通に外出自由にさせていただいてるんで、足りなくなったらすぐ買いに行っていただいて、はい、でまあ買ってきて戻っていただいて、はい、で作っていただいて、で、塗料の持ち込みももちろん OK ですし、はい、そうですね、はい、ですね。で、その料金の中に塗料分は？は入ってなくて、塗料代だけプラス500円いただいてまして、はい、あとは塗装に必要なものって結構いろいろあるんですけど、はい、エプロンからなんかこう混ぜるための、まあ、紙コップとかマドラーとか薄め液、はい、薄め液がですね、うちちょっとこだわってまして、はい、ガイアノスさんの T06 っていうブラシマスターっていう、はい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 、ちょっと、はい、リターダーが多めのやつを使ってるんで、これも使ってみてほしいなっていう。エアブラシでは非常に使いやすいです。そうですね、筆塗りでも非常にいいんですよね、はい、そうですね、はい、平滑に非常に塗れるっていうやつ、はい、まあ、その他も、はい、だいたいガイアノスさんの薄め液は全部あって、でそれ以外にもクレオスさんの薄め液とか、はい、ティーポさんの薄め液とか、薄め液もいろんな種類を置いてるので、はい、これもまあちょっと使ってみていただいて、はい、世に言われてるようなことが、はい、なんか本当にそうなのか、はい、自分にとってそうじゃないのかっていうのはちょっと試してほしいなっていう、はい、ちょっと重そうな感じで楽しくプラモとか塗れるようにいいじゃない。店長プラモの真実を見せようとしてる。本当にそれでいいのかみたいな。そうですね、そういうお店じゃないよ。違うんですか。楽しくプラモ作ったり、まあ、作らなくても、ね、ちょっと寄ってみてそういうの見ることができるよというお店ですね。非常にお安く、もう本当一日中過ごしてもそんなにかかんない、ね、そうですね、土日祝日だと最大2500円、はい、で平日だと、2000円、はいはい、で途中外出も自由、はい、で来た時間はお客様が、はい、後から僕に教えてください、はい、何時に来ましたって僕帰りに聞きますんで、はい、そしたら何時ですって答えていただいたら、まあ、大体それぐらいだったら大体これぐらいでいいでしょうっていう、はい、嘘じゃん、朝からいたじゃんはさすがにやめてね、はい、でもちょっとのズレはね、意外と思ってない。うちはですね基本切り捨てなので。切り捨てなんですよね。そうですね、これ普通1時間20分。あ、それはもう全然ないですね。1時間になりますよねこれ。いやいや、もう1時間20分はまだ1時間ですよ。1時間ですよね、はい、普通1時間20分いたら2時間なんですよ。いやいや、だってまだ1時間20分しかいないですよ。残り40分がまだ
未達なので、そういうそれはちょっといいお店でございますんでね、非常に過ごしやすいと思います。さあ、そんなお店の店長が今回は何をご紹介してくれますか。そうですね、仲良くしていただいているイエローサブマリンさんがですね、はい、いろんなものを、持ってきてくださったので、ちょっとそれを紹介させていただけるとありがたいなと思ってですね、はい、イエローサブマリンさんは、ラジオ会館の6階、はい、そうです、ラジオ会館の6階に入ってらっしゃるんですけども、入ってらっしゃいます。もう駅からすぐなんでね、簡単に行けると思います。ちょっとですね、この辺がほとんど皆さんちょっとご存知ない方が多いということ で、 これがですね、割と使えるんです、このジョイントの、めちゃめちゃ使えます ね、 すね、はい、こちらのね、関節のジョイントパーツ、はい、自分でね、関節とかを作ったりとかして、はい、その可動を上げたりとか、そういうようなに使う用の関節パーツですね。改造したりする人にはもう非常に便利なんじゃないでしょうか。例えば旧キットなんか作ってたりとかしたらね、やっぱりキットが古いんで関節の可動範囲が狭くていいポージングは取れなかったりとかするんですけども、これを使うことによって旧キットに二重関節を埋め込んだりとか、ボールジョイントでね、足がこう開けるようにしたりとか、そういうことができるような、そういったパーツでございます。これがパーツだけで売ってるんですよね。そうなんです、意外とそのプラモデルを始めたばっかりの方だったら、こういうだけのパーツっていうのがあることも知らない方も結構いらっしゃいますんで ね、 でね、この辺のシリーズのその中のこの平らのやつ、はいはい、これがですね、割と知られてないということなんで、これ、はい、なんだろう、これ知られてないです。これ でも出てから結構2年ぐらい経ちますよね。ボールジョイントの方はそこそこ有名になってきて、はいはいはい、ボールジョイントは結構お求めになる方がいらっしゃるんですけど、はい、このボールジョイントの方ですね、はい、そうですね、丸い玉のがついてるやつですね、はいはいはい、これはまあなんとなく分かりますね、うん、なんか首の軸とか腰の軸とかによく入ってるやつなんですけど、はい、こっちは割とこう腕とか、はい、薄いタイプのやつですね、はい、これが、はい、割とちょっとアピールが不足しているということなので、はい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 、ぜひアピールをしてくださいっていうことで、これ非常に使いやすそうですけれどもね。そうですね、はい、薄いので、うん、腕だったりとかするときに、はい、すごく便利に入れられますんで、はい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 、はい、これは、ちょっと開けてみたりとかしていいですか。あ、もちろんもちろん、はい、はい、全然大丈夫です、ね、はい、まあ開けるだけですけど開けてください。はい、こちらね、ちょっと1個くっつけてみますかね。すいません、実際にどういう風になるのかっていうのをね、はい、これとこれを組み合わせることによってこういう風に稼働する、こういう、こう例えばここに肘や膝をね、うん、持ってきたり足首を持ってきたりとかして、こういうふうに稼働させることができます、はい、これがいろんな形あるんですよね。そうですね、これはこっち側とこっち側にこうついてるような、ね、丸に対してこの下の部分にこう棒が出てるようなタイプもあるんですが、これまっすぐ真ん中に出てるバージョンもあるんですよ。そういうバージョンもあるんだ。はい、こういうバージョンもあります。本当だ本当だ、はい、こういうバージョンはこういうふうに、はいはいはい、こういうふうに動きますね、はい、うんうん、でね、俺これよく使ってるんですけど、はい、この系統のやつって結構昔からあるんですよ、はい、昔からいろんなメーカーさんが出してたりとかするんですけど、まあ、昔はね、これがポリパーツだったりとか、はい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 、でふにゃふにゃだったりとかするのと、あと、今度は渋すぎるんですよ、はいはい、硬すぎてギギギギギギギってなっちゃって、ちょっと自分で穴広げたりとかして調整しないと、プラモに仕込んだりとかした時に、改造してるプラモってやっぱりちょっと強度が少し落ちてる場合が多いんですよね、はいはいはい、でそれ仕込んでる間に関節動かそうとしたらプラの方が元のキットの方が負けちゃってバキってなっちゃったりとかすることあるんですけど、これちょっと動かしてみて、渋みめちゃめちゃちょうどいいから、うーん、あ、本当だ、これいいっすね、スッスー動くね、ギギギギギギって感じじゃないですよ、スッスッって動く、うん、だけど緩すぎもしない、はい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 、下手にもしないしね、
これすごくいいんですよ、このシリーズ全体的に。そう、多少ね、あのボールジョイントの方は硬い時もあるんだけど、ちょっと動かしてればすぐ馴染んできます。だけどあのそれ以上緩まったりとかそんなしないんで、ね、最初はめる時だけパチンってちょっと力いる時ありますけれども、でその大きさがね結構たくさん入ってるんですよ、あの一つのそれぞれのやつ、いろんな形のやつあるんですけど、どれもねあの大きさがいろいろあるんで、例えば100分の1にも使えるし、で一つ買えば100分の1の改造にも使えるし、144分の1サイズのやつとかにも使えたり、ガンプラで言うとね、そういうのにも使えたりとかして、これ1個買うと非常に便利ですよ。そしてですね、それを組み込むためにっていうので、はい、これがさらに、はい、ほとんど知られてないパーツなんですよ。これあれでしょ、我々、ご存知ですか？去年か一昨年かのモコンで紹介しませんでした？されてるかもしれないです。モコンかおうちでホビーショーかなんかで、一回紹介してるはずだと思いますが、これがですね、旧キットを作る方に非常に、はい、向いてる素晴らしい道具なんですけど、割とみんな知らなくて、はい、うちのお客さんもこれがそのものが何かになるかと思ってらっしゃる方すごく多いんですけど、あ、なるほど、これはこれ軸であって、はい、こっちが本物なんだよっていうか商品なんだよっていうこのグレーのパーツ、はい、そうなんです。これをねほとんどの方が知らなかったんで、今日はこれをちょっと詳しくちょっと言いたいなと思ってですね、はい、まあ、ちょっと軸をですね穴開けないといけないんですけど、はい、5ミリの、外径に対して3ミリの軸、うん、はいはい、まあ、3ミリ軸よく使いたいという方、軸はね3ミリが多いですよね。でこういうののね、ランナーとかのやつとかもね、その辺のやつが太さが多かったりとかして、ね、中指の付け根のところね、ちょっと虫に刺されてるとか、かきむしってちょっとね、さぶたになってますが、はい、そこは気にしないでください。そうですね。でこれを軸の受けにしていただいて、はい、でここに軸を突っ込んで受けてしてもらうっていうので使ってほしいんですね。はいはい、でこれ保持しておくとき、置いておくときですね、はい、必ずこのなんだろう、軸にこう差し込んだ状態で普段置いておいてください。はい、カパって外して置いておかない方が良くて、うん、はい、収縮してしまってちっちゃくなっちゃう、はい、そうなんですね、はい、ちょうどいい感じにこう広げてある状態、ね、そうですね、ある状態なんで、なので、はい、そういうふうに置いておいてください、はい、で使うときにこれで、そうなんです、はい、これを100多分旧キットの改造とかして、はい、そうですね、受けがないパターンの時に、はい、みんなどうするのかなって、仮ダボってダボを作んないと、はい、なかなかこう合わせる時に、うん、合わせてこう置いとく場所がない、なんていうんですかね、はい、こう保持しとく場合にこういうのを作るとすごく便利ですよ、はい、例えば旧キットなんかだったりとかすると、例えばザクのこの肩幅のところとかってこうハの字に詰めたりとかする人とか多いと思うんですよね、はい、そしたらこれをこの部分を一回切り落とすので、ここの部分の接続パーツがなくなってしまうんですよ。でプラ板1枚になってしまうんですよね。そしたらプラ板1枚のところに腕の棒を刺してもプランプランなんですよ。だからその分のところとかを例えばパテでこうね全体を埋めておいて、これを埋め込んだりしたらそこにちょうどいい硬さで、肩の関節が入ってくれたりとかする、そういうふうに置き換えられるパーツなんですよ。であとはこれ薄くスライスしていただいて、はい、全然構いませんので、はい、結構保持する力は内側に持ってるんで、はい、なので薄くして短い距離で、はい、プラのパーツ薄いと思うんで、はい、それに合わせて使っていただいて大丈夫。これもまたちょっとね渋みがちょうどいい感じになっておりますの で、はい、非常に改造には便利ですね。あとですね、最初に出したんですけども、まあ、これもどこにでもありそうな塗装用のベース、はい、ベース、はい、これもですね、はい、ちょっと考えられてて、はい、まずですね、薄い
ちょっと薄くしてほしいんですね、はい、塗装ベース、まあ、分厚いやつありますよね。そうですね、はい、あれもいいんですけど薄くしてもらいたいなという、まあ置いておくのに重ねたりするのとか、あんまり分厚いやつとかってこうやってあの乾燥ブースに入れるときにガーンってやったら上でガーンって当たるんですよ。ほんとそうなんです、ほんとそうなんです。そうなんです、薄いやつがいいんです。そしてこいつの良さが長細いので、最近の塗装ブースってそのうちに焼いてあるネロブースとかもそうなんですけど、こういう四角いやつなんですね、はい、でこれ中に置いて塗装を、まあこういうふうにこう塗装をしたいんですね、はい、でこっち側に吹き出したい、はい、ここに置いときたい、はい、手元に置いときたい時にすごく一列になっててくれると便利なんで、はい、これあの思ったより便利なんですけど、これもほとんど知られてなくて。マジっすか。これ結構便利なのになと思って。めちゃめちゃ使ってますよ。あ、本当ですか。はい、例えばあの塗装してまあ、部分またさらに塗装部分塗装を重ねていったりとかするときに、エアブラシを使ってやっていくんですけど、でパーツをちょっとね、またそこから切ったりとか、あのデカール貼ったりとか、いろんな作業をこのテーブル自分のデスクでやりたいんですよ。やりたいんですけど、この太いね四角いやつが来るとそのスペースなくなるんで、これだとここに置いといて、こういっぱいあの塗装途中のパーツとかを並べたまんまここで作業してポッて取ってまた刺してができるんで、これめちゃくちゃ便利ですよ。これすごい便利なんです。すごい便利、すごい便利なんです。あとね、もう少し幅広いパターンあるじゃないですか。で幅広いパターンのやつでバーって刺しといて、でそれに重ねておけるんですよ。あ、そうですね、そうですね、さっとね。ただね、あのちっちゃいやつ、これのもっとちっちゃいやつもあるんですよ。ちっちゃいやつはポンって置くとカタンっていきやすいんです。ね、パーツの重みに負けて倒れやすいんで、これ安定感もあるし非常にいいですよ。あとね、これ意外と良かったりとかするのが、僕は使ってるデスクがね、パソコンとかも入れられるようなこのもう一個引き出しがついてて、そこの台とかでも作業するんですよ。でそれのそれを全部使うんじゃなくて、これをここに置いて、それでこっちでこういろいろやっといて、ここに置いたりとかすることもできるんで、その細かい幅とかに自在に置けるんで、これすげえ便利です。なるほどね、はい、あともう一点ですね、ちょっと言いたいことがあって、はい、この逆作用のやつなんですけど、まあこれもすごいなと思うんですけど、はい、この家サブさんの持ち手のここの部分、はい、これが太いんですね。太いんですよ。これね、すごく便利なんですけど、これもなんかちょっと嫌がられるパターンがあって、はい、持ってかれるんですよ。この突き刺したら、はい、これ持ち上げようとしたら引っかかって、はい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 、持ってくんですよ。そうなんです、そうなんです。そういうちょっとあれがあるんですけど、はい、実は逆にあって、細いやつあるじゃないですか、うん、細い持ち手のはい、あの軸の細い竹串になってるやつ、鉄のやつとか、あれだと回っちゃう、はい、はい、重たいとクルンとこう回っちゃうと、次の隣の塗ってるものにこう当たっちゃうので、クルンピトですね。あ、そういう名前がクルンピトってついてる現象が、そんな現象は、はい、それがこれだとやっぱりこう、はい、確かにこう広げちゃうので、はい、さっき言われてた通り持ってかれるということですね。これをやっちゃうんですよ。これはね、あるんですけど、で、まあ、持ち上げた時にあのスカスカのやつがクルンピトするんですよ。あ、なるほど。まあ、そうそうそう、いろいろあるんですけど、うん、これがですね、非常に動かないっていう意味では安定感があって、うん、こっちを対応されてらっしゃるそうなんです、ね、ああ、そうなんですか。そういうことらしいんですよ。あと、さらにちょっと今日、俺はこれに関しては嫌い。も, もう一点、もう一点。俺の個人的な感想ですけどね、これグッてやっぱ刺さっちゃうの、これ嫌い。で、もう一点あって、はい、まあ、ちょっと今日ごめんなさい、人気ありすぎて、はい、その商品が売り切れになっちゃってたので、はい、あれできなかったんですけど、これが半分ぐらいの短いパターンのやつが発売されてるんですよ、はい、新商品で。これちょっと、それ出てるんですか。これぐらいの長さしかないやつで、はい、この太さなんですけど、
これちょっと大人気すぎて入荷してもすぐ売り切れちゃう、はい、めっちゃいいじゃないですか。わかりますよね、さっき言ってらっしゃったことなんですよ。もうこれが当たっちゃうので、はいはい、当たっちゃうから、そうなんですっていうので、さすが家サブさんだなと思ったのは、あともう刺さらない刺さらない刺さらないって低ければ刺さるっていう、そう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 、そういうところがなんかこうイエローサブマリンさんって、はい、毎月かな、毎月第2火曜日とかに、はい、あのプラモデル大好きっ子たちを秋葉原の、うん、スーパービルっていう方の、ですね、あのスケールショップさんの上の階にカードショップがあるんですけど、はい、そこのオープンスペースでキャラプラミーティングっていうのをやってらっしゃって、はい、プラモデル好きな子たちを集めて、まあ、いろんな話をしたりとか、うん、まあ、ただただみんなでプラモデル好きだねって話をしてる回があるんですけど、はい、まあ、そういうところでいろいろヒアリングしたりとか、うん、まあ、あの店員さんも自分で作られるので自分がプロデュースみたいなので、あのこういう商品を考えられたりとかするんで、非常にあのなんていうんですかね、モデラー目線っていうんですかね、自分の欲しいものをそういうふうに、はい、会社に提案して製品になってるようなイメージですね、はい、うん、まあ、本当にそうらしいんですけど、はいはいはい、はい、ということなので、はい、ちょっとね使えるものがすごく多い、はい、家サブさんの、製品、そうですね、これ非常に使いやすいですね。あのプラモ持ち運ぶ用のケースとかも、ね、あ、そうですね、あのイボイボのあのスポンジのついたケースとか、あ、ね、あの便利な、いやいや作れるよ、はいはい、正直100均のもので集めたら作れるけど、それもあったら楽じゃん、はいはいはい、そういうのね、すごい用意してくれてるんですよ ね、 そうですね、はい、というわけで、今回は店長には、家サブさんの商品をね、紹介してもらいました。またここからあのいろんな秋葉原のお店の、そうですね、はい、紹介とかをねしていくようなコーナーになっていきますので、はい、ぜひぜひ次回もお楽しみ。というわけで以上、店長教えてでした。